何て言うんですか。じゃんけんしましょうか。最初はグーで。負けた人？負けた人。はい。最初はグー。じゃんけん。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、今回はね、ちょっとコラボなんでね。はい、ジジイのダミ声は控えて、ちょっとね、トーンを下げて、少しだけ喋る、そんな感じにしました。はい、今作ってるのはね、おつまみ、蒸し鶏になります。もう僕の方に飾ってあるシャケかなんかの乾燥したやつを、あの掘ってやるやつなんかもう本物みたいです。ああ、そういうこと。最初は本来色付けしてある熱帯魚だったんですけど、ああこう年代とともにこう変わるんだっていうのが見えて、だからね、うちの奥さんの僕が捨てられない。これってもともと仕込みがあったってことですよね。朝仕込みました。やっぱりね。もうこっちでめっちゃいいね。こっちでするのめんどいし。仕込み。いやもうこれ動画で見て3回ぐらい真似してます。あ、美味しいでしょこれ。美味しい。ね。うん。結構簡単し。蒸し鶏が出来上がりました。それともう一品は筋肉のどて焼き。そちらも出来上がりました。朝ごはんはバナナチップスですか。とりあえずあのつまみの感じで。皆さん何ですか。グッドモーニング。はいはい。そしたらね、朝飯になります。私はねコーヒーとハッシュドポテトとコンビーフになります。あれがコンビーフ。おお、美味しそう。あ、コンビーフ。僕食べてみたかったんですよ、一回コンビーフって。あ、そう。食べたことなくて。マジですか。はい。はい、今回のねコラボキャンプは庄司さんからね5日前に、夜中にメールがあって、金曜日キャンプ行きませんかいうことで、メンバー聞いたら、はい、それやったらね会いたい方ばかりなんで一発 OK いうことでね、参加させてもらうことになりました。はい、めちゃくちゃね楽しいメンバーだったんで、次回もまたね同じメンバーで、コラボキャンプでも企画されてたらぜひね参加させていただきたいなって思っております。皆さんお疲れ様でした。次回は山のてっぺんか琵琶湖でお会いしましょう。てか